やりましたね。今回全然体だったね。はい、そうですね。またぜひ、ぜひ。森本さんは、まあ、社長さんだから、ね、他の俳優さんの面倒も見てるし、今回大変ですよね。まあまあ、でももう今回はこの役だけに集中させてもらって、そうそう、ね、もう何も他のこのスポットライトを当ててくれ以外のことはもう何も考えず、すごい本当いい話になる、なる感じがそうなんですよ、ね、してる。俺がだからもうなんかアウェイっていうか、ね、ビジターでポンと来て、まあやることをやったけど、はい、なんか もっと全体もう少しこう変わりたかったなっていう。あ、そうですね。そしたらもう少しそのなんか、うん、なんかねエッセンスみたいなのをもう少し分かってると違うことできたかなみたいなね。なんかそ、まあ、いつもね、こたつってないですけどね、うん、もう本当そうです。結構でもそうなんですよね、あと明日で最終日なんで、はい、いやもうだいぶ橋も走り抜けた駆け抜けたっていう感じで、もうもうちょっと疲れが少し出てる。そうです ね、ちょっともう 目の下がちょっとあれですけど、もう一日頑張ってください。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。今日はアップしました。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。仕事としてお願いしたいです。はい、松浦です。え、あ、どうもお世話になってます。はい、あ、すいません、バタバタして。映画作ってもらいたいんです。はい、オッケー。お母さんが助けを求めています。ロケハンです。なんか楽しいことあるのかなって。やりたいって気持ちだけで映画って撮っちゃいけないんですか。なんだあんたら、ビーサってもの、ビーサってもの、喜んで読んでみるわよ。ちょっと一発殴らせろ、こい。あんたらはなんでいつも土足で踏いてくるんだ。一番勝手だよ、バカな。偉くなりてえな。